本日はですね、グレーパーカーのトップオブトップのご紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ実はですね、僕半年くらい前からグレーパーカーを実は着てて、でまあ動画では紹介してなかったんですけど、まあ Vlog とかでは着用してて、その時から視聴者の方から、それどこのパーカーですかって質問いただいたりしてたんで、まあどうせやったら動画作ろうかなと思って、まあ半年間着用してみてどうかっていうお話をしていきたいなというふうに思います。で、早速なんですけど、そのパーカーがですね、こちらのグレーのパーカーになってるんですけど、一見結構シンプルな感じの見た目のパーカーで、まあ表も無地ですし、裏も無地という感じになってて、まあ僕の場合はこのパーカープラススウェットパンツもあるんですが、まあこのスウェットパンツも同様に無地で、後ろにワンポイントロゴがあるんですが、まあ、この程度っていう感じのシンプルなパーカーになってるんですけど、まあこれがなんでグレーのトップオブトップなんかっていうお話をしていきたいなと思います。実はですね、まあグレーのトップオブトップってなんでそうなんかっていう話なんですけど、今日本中にある、まあパーカーブランドってあると思うんですけど、まあそこのパーカーブランドの一番上の頂点のところっていうのが、まあこれになってて、まあ、どういうことなんかっていうと、糸を作ってる会社が作ったパーカーになってるんですけど、糸を作ってる会社がいろんな日本のパーカーブランドに糸を卸してるんですが、その大元が作ったパーカーがこちらっていうことになってて、まあなので変な仲介手数料とか余分な手間がかかってないので、まあ値段も安いし、まあもちろんクオリティも高いっていうところが、まあグレーのトップオブトップっていうことになってるんですが、具体的にどういうこだわりがあるんかっていうとですね、まあこちら出してるんですけど、まず一つ目っていうのがですね、釣り網機ということになってるんですが、釣り網機っていうのはですね、僕一回工場を見学させてもらったことあるんですけど、まあ洋服好きな方とかやったら釣り網機って聞いたらピンとくると思うんですけど、釣り網機っていうのは、まあスウェットとかパーカーとかを編む時の機械っていうことになってて、まあそれが今はもう廃盤になって作られてないんですけど、唯一残された機械で作ってるっていうのが釣り網機になってて、まあそれ以外のやつっていうのは進化網っていう網機を使ってるので、まあそれがどれぐらい違うんかって実物見てもらうんですけど、今ほとんど日本に出回ってる進化網、普通のパーカーっていうのがまあこういう感じ。まあこれはアディダスなんですけど、まあ別にブランドが悪いとかっていう意味じゃなくて、その進化網がまあこんな感じで、まあペタンと洗っていけば使えば使うほどペタンとなるっていう感じが、まあこれが普通なんですけども、釣り網機に関しては僕半年間使ってもこんな感じで結構ふっくらしてるっていうのも特徴的になってて、まあ、なんでふっくらするんかって言ったら、めちゃくちゃ時間かけて編むっていうのがもう全然違くて、本当に10倍以上編める時間というか編める量が変わってくるぐらい、丁寧に丁寧に作られてるっていうのがこの釣り網機の特徴になってて、まあ、本当にまあパッて見てもらって分かるかちょっと分からないんですけど、ふっくらしてる感じが半年間経って洗濯しててもあると思うんですけど、まあ、それがまあ大きな違いっていう風になってて、釣り網機でやればふっくらするし、なおかつ長持ちするっていうことになってるんですが、どうしても普通のパーカーと比べるとやっぱり大量生産できる方がやっぱりコストパフォーマンス的には値段も安く作れるんですが、釣り網機で作っちゃうと時間がかかる分どうしても手間がかかって値段が上がりやすいという傾向になっているので、パーカーにこだわってるブランドっていうのはもう間違いなく釣り網機を使ってるっていうのがまあ多いので、まあその釣り網機をこれも使ってるっていうことになってます。でですね、まあちょっと補足情報なんですけど、釣り網機で作るとふっくらするっていうのは結構有名なんですけど、ふっくらするっていうのと着心地がいいってよく言われてて、着心地がいい理由っていうのは、この裏毛って言って裏の毛になってるんですけど、この裏の毛っていうのがですね、もこっと盛り上がって肌にふっくら当たるようになってるので、まあ、そこが着心地がいい理由になってるっていう感じになってます。まあこのよく見てもらったこの糸がボコボコ出てると思うんですけど、このボコボコ出てる糸が肌にふっくら当たるので着心地がいい。一方普通のパーカーっていうのはこのふっくらする前に寝ちゃうので、肌触りっていうのが結構硬くなりがちっていうところになってるのが、まあ大きな違いにもなってるんかなと思います。で、釣り網機がふっくらする理由っていうのはですね、これ実は諸説あってですね、時間をかけるからふっくら仕上がるっていうふうに思いがちな方結構多いと思うんですけど、実はそうじゃなくて、網機の針に特徴があるっていう方もいらっしゃれば、引っ張ってないからふっくらできるんやっていう方もいらっしゃるので、これはもうアパレル業界の中でも二大巨頭で、どっちか針が特徴的やっていう方もいらっしゃれば、引っ張ってないっていうのが特徴やっていう方、これちょっと二大巨頭に分かれるんですが、まあ、一般的には結構間違えられてて、時間をゆっくりかけるから空気が含まれるって言われたりするんですけど、そうじゃなくて糸を引っ張ってない、もしくは針が特徴的やからっていう、まあこの大きく二つ分かれるっていうのが、まあ釣り網機の工場長とかが、まあ言うお話っていう感じになってるようです。なのでちょっとマニアックな話にはなってるんですけど、一応釣り網機に関してはもうそういう感じでふっくらしてて長持ちして、なおかつ肌触りがいいっていうのが普通のパーカーと少し違うところになってます。で、次の特徴的な部分はですね、もうこれはですね、至ってシンプルなんで、次の特徴は糸になってるんですけど、糸がですね、まあ今回お借りしてるんですが、
この糸を使用しててですね、これが日本の超有名ブランドにそのまま配られてる。で、超有名ブランドがパーカーを作ってタグを、超有名ブランドのタグをつけてるっていうだけになってたりするので、この糸っていうのを作ってはるのが特徴的なんですが、これが作れる会社ってめっちゃ少なくて、で、モクティはそれが作れるっていうことになってるんですが、普通の人からしたら、なんやこれただのグレーやないかいって思うと思うんですけど、このただのグレーを選んでる理由っていうのもあるらしくて、なんで選んでるんですかって聞いたら、一つの特徴としては、グレーは汚れが目立ちにくいというところがあるらしくて、例えばなんですけど、こういうスウェットとか着てたりとかして、運動場とかで土とかついたりとかしてもあんまりグレーは目立ちにくいけど、例えば真っ黒のパーカーとかやったら汚れってめっちゃ目立つと思うんですけど、それがグレーには目立ちにくいのでグレーしか扱わないっていうことになってるらしくて、なるほどなというふうに思ったんですが、次の特徴としてはですね、環境に優しいっていうことになってて、グレーの何が環境に優しいのかなって僕は思ったんですが、糸っていうのはですね、もともとこれがもともとの糸になってるんですが、それと黒を混ぜることでグレーが出来上がるっていう感じで、これ実際混ぜたやつがですね、こんな感じになっててですね、でさらに混ぜていくとここまで混ざっていって、もっともっと混ぜていくとこれぐらい混ざっていくっていうことになって、最終的にこういう糸が作られていくっていうことになっているので、一番最初のこの段階で見てもらったら分かるんですが、糸を染めてないのと糸を染めてるのってあるんですが、やっぱ糸を染めるとどうしてもその染めた液体を捨てなきゃいけないってなった時に、やっぱ環境に悪いので染めてない糸があるっていう分、真っ黒にしちゃうと全部を染めなきゃいけないけど、染める量が少ないのでその分環境にもいいっていうことになってて、それが2つ目の理由っていうことになってるようです。で、3つ目の理由はですね、これ僕実際触ってて分かるんですけど、黒ってやっぱり染めると、絵の具とかもそうやと思うんですけど、キャンパスに絵の具塗ると硬くなると思うんです。で、これも今硬いんです、ちょっとやけど、こっちの元々の植物から取れたままの面は柔らかいので、染める量が少なければ少ないほど柔らかい、で染める量が多ければ多いほど硬いっていう風になるので、やっぱり真っ黒のパーカーは着心地が硬くなりがちやけど、でグレーって染めてない量も多いので必然的に着心地がいいっていうのも、こだわりであるようです。で、そこまでこだわって作られたパーカーになってるんですけど、値段が結構比較的安くてですね、先ほども言ったみたいに変にこう仲介業者とか通してないので、もう直で自分たちがやり取りしてるっていうことで、値段が 14,000 の税ということになっているので、15,000円ちょっとっていう感じだと思うんですけど、釣り網機使って、ここまで生地こだわり抜いてってなったら、大体2万とか、1万円後半はしてもおかしくないと思うんですけど、1万円半ばぐらいで、買えるパーカーで、なおかつ一番トップオブトップのグレーっていうことなんで、もしグレーのパーカーで、悩まれてる方がいらっしゃれば、かなり僕は個人的にはおすすめのパーカーかなと思います。で、実際着用してる様子とかはデート Vlog だけ出してるんですけど、一応着用してる様子を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じになっててですね、半年間着てみても未だにやっぱふっくらしてますし、グレーなんで合わせやすいんで、重宝してるパーカーかなと思います。で、グレーパーカーはですね、どこにでも売ってるし、いろんなブランドで出されてると思うので、それぞれブランドによってシルエットであったり素材であったりこだわりっていうのはあると思うんですけど、僕個人的にはどうせ持つんやったら、値段も他のブランドに比べて安いし、なおかつ一番トップの会社が作ってるっていうのが、いいんじゃないかなというふうに思って、僕は去年から着てるという感じにはなってます。なので、もし仮にグレーのパーカーとか探される方がいれば、参考にしてもらえればなというふうに思います。ちなみにこのパーカーだけじゃなくて、釣り網機のパーカー購入された方やったら分かると思うんですけど、触った瞬間全然違うので、別にこのブランドじゃなくても釣り網機のパーカーはぜひ一回は触ってもらいたいなというふうには思います。びっくりするぐらい柔らかいっていう感じなんで。はい、ということでですね、本日は
グレーのパーカーのご紹介をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。